はい、戻ってまいりました。扉の前ですね。一応セーブしましょう。セーブしまして、青龍がダメだったので、白虎から行き、玄武から行きますか。おい玄武、空いた、ナイス。誘惑のね、四青龍との戦いの順番で行こうかなと。これでまあまあまあ、まあ、やっぱり結局錆びた鍵はね結構落としますね。こいつはあんまり時間、ほらほら、かけるってのは良くないっていうのはね分かっている証拠です。まあ玄武だから次は白虎かな。まあ、こいつがねなんか2体とか3体最初の段階で出てきちゃったらちょっと厳しいかなと。あ、まあでもあれか、結局テッシーマルを仲間にしてからじゃないと来れないからいいのか。お、順番合ってそうですね。で、さあ青龍ですか。あー、で朱雀だと、七国暗黒大行派だと。よしよし、大丈夫大丈夫。いや、モーション長いけどかっこいいのよね、このシュワワワワが、なんていうか多重残像剣で攻撃していくみたいな。なんかあります？なんもなくない？あー、上、おおお、これは、おお、来たー、これがテッシーマルですかと。いいじゃない、装備を、虎鉄、おお強い、オッケー。あ、じゃあさ、これテッシー秀勝アイスヘルム、あ、達人のヌンチャクもあんのか。あれ、女神のコテ、チマーメイドボーム、女神のコテが、あれどうなんだろう、テッシー師範代なのかな、レイクーオなのかな。あれ名前さ、レイちゃんじゃなくなってなくない？名前変わった？もう、え、いつの間に？まあまあいいっすわ。でもうパス、もうパスなのよこいつらは。あ、でもこれ構えたち結構上がったんじゃないの？ちょっとそれ見たいね。戦う構えたちどうよと。いやー、技自体はあんま変わんないのか。雪崩起こし、アンチフィールド、まあまあまあ、ちょっと影一文字使っていい？やべ、そう、油断するとすぐ回復するから、回復させられるからこいつな、気をつけんといかんよな。これでこう直接攻撃がどうなんだっていう。いやー、そうでもねえな、そうでもねえなと。吸収されまくり、一番ムラサメ手に取って調子に乗って一番足を引っ張ってる。まあ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 、そうか、力上がったとてっていうところがあるな。どういう計算なんだろうね。うわ、320安定してるもんな、そこが謎で。あと、もっと謎なのが、右の家はまだなんかあんのかってちょっと思うよね。右の家の多分下に扉があれば、左側、このお城の城下町の左側と一緒の形してれば、もう一つ扉が
扉、家があると思うんですよね。これ、レイ、鉄心を、これで、もう最強なのかな。最強、まあ、最強ではないと思うけどね。言って。忍法、ヤシャグル、ヤサグサ。また、まだ覚える。わ、究極、離れた敵を必殺。ああ、まあ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 、お前覚えないんかい。いや、こいつあれか。装備で覚えていくタイプか、もしかして。強化パーツとかさ。そういうことかいな。ここでしたっけ？で、こっち？これあんま覚えてねえな。まあ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 、戻りましょう。ちょっと使ってみます？一旦猫蹴りとかちょっとどうなのよと。コンビネーションものす結構強い。でもハイスピードオペで回復される。ハイスピードなコンビネーション。これで、わ、広い。あー、ため技か。ハイスピードオペ究極でどんぐらい貯めるかよね。これで この感じか。おおおおお、いいいいいいって言っちゃった。いいじゃな い, いや、これであのさ、あのヘビ倒せるな。あいつ倒せるだろう。これでもう HP もそこそこかなり上がってきましたしね。あ、下に家はないか。これで終わりか。なんだったら1個しかなかったの、扉が。オッケー。いけるこれ。多分さ、レイ、クーゴンところも行ったと思うんだよな、全部。行ってないっけ？女神の子って、違うか。この血のマスを、力プラス60ってなんだろう。力プラス60ってサンゴの指輪？違うね。なんなの力プラス60って。全然落ちない。あ、プラマイゼロ。あ、血のマスか。どうなんだろうね。攻撃力がないんすよね。いや、これなんかあるっぽいっすな。防御上げとく。ちょっと金の髪飾り、もうユニコーンホーン。あれ、これでちょっとユニコーンホーン知力がちょっと上がっていく。いかんせんちょっと防御がきついから、あの岩砕くとこ行ったと思うんだよな。これきついっつうか、いけるかこれ。あ、無理だなこれ。やばいやばいやばい、ちょっとめんどくさいっすね。あいつどうやって倒したんだっけ。これでいける、これでいける。いけると楽、いけない。鉄士のね、なんか技でいけるんすよ確か。どう回し蹴りでいいのかな。聖剣好きか。おいど。よし、あ、メルトブです。だが、檻には通じない。HP が無限だからな。無限ではないけど。
聖剣好きで結構聞く、これが結構いくと。風神の巻物、いやあそこは全部行ったよな。雪山はちょっともう一回確かめる意味を含めていいっすか。どうだったかな。ついてくるやつが結構めんどくせえからなっていうのがあって、ちょ待って、なんか今一瞬右赤いの見えたけど、何あいつ、怖い、あんなやつ、全然気づかなかったけど今まで、何あいつ、どうやって行くのあそこ、出たお化けみたいに、あ、まあまあじゃあ行こうか。一発ずつ入れば行けそうな気がするのよ。400で、逆にし、まあでも締め技だろうな、これで。まひらない、エッシャーが強いのよ、エッシャーがなかなか。どうしてアンチフィールド構成していく。テッシーマでも結構 HP 上がってきてるから、そうか、ためか。はい、スピードオペ、あれ素早くなってる、もしかしてちょっと素早くなってない、そうでもないか。ダメージ与える。でここで多分よし出る、ナイス400、ナイス。でここでためなしの必殺究極奥義、これで安定して倒せるんじゃない、これよーし、これは安定して倒せますな。おい、経験値がすごいもらえるね、多分。ちょっとキューブがかわいそう。キューブだけちょっとかわいそう。あいつなんなん?いけるか?微妙にいける ?999 になりました、ついに。よし。いや、あいつもうじゃんじゃん出てこいよと。かなりもう安定して倒せますよと。冷たい手だ?こっちは忍法究極奥義持ってんじゃと。999、いいね。気持ちいいね、999は。容赦なくハイスピードオペ。知らんよと。スタンかけられない限り止められない。いや強い強い、これ強いね。もうちょっと行くかと思ったけど、あいつ、あ、いけそう。ちょっと待てマジ怖いわ。何こいつって感じだよね。なんか察する、見るからにアキラのさ、ジョムジョム団の感じだよな。ああ、あれか。この先は力のダンジョン。最強の力を極めたくば、腕ずくで道を開いてみろ。来た、アポーフィスフィオ。曲久々。いや、力のダンジョンって言ってるってことは、秀勝かな?いや、これ強いんじゃない?かなり。セーブしたからいいけど。わーわー言っちゃったけど。これで、
麻痺って要は極との差、くっそ弱い。で、力のダンジョン、ダンジョンが現れると、見落としてた私。マーメイドボトムはここしかつけらんない足か。うわー、いいね。テッシーマルはどう？上がるのか。まあ上がるけど、水陣は結構いい。これこっちやな。ちょっとキューブに上げよう。怖いよ。これまた新たなダンジョンよ。力のダンジョン言ってたから。開かない。これは何かの力によって、誰だろう。やっぱアキラな気がするんだよな。あのたこ焼き、たい焼き屋のさ、あの名前忘れ、松井さんだっけ。松井な気がするんだよな。すげえ宝箱あんだけど、めちゃくちゃ置いてあるじゃん。うわ、びっくりした。これは、いや、おお、こんなんでいいの。やったよ。矢を釣ったからには いや、強やっば。そういうことか。なるほどね。いや、だからなんかあると思うんだよ。鉄試師範、師範なってるけど、鉄試験師範なってるけど、レイちゃんのなんかも絶対あるでしょう。いや、こんなナタとかで終わるわけないもん。これこんなんでいいんすか。あの宝箱はじゃあ何なん。うーっすと。だ、ここはあれよ、これが出てくるってことは、なんか心を読んで宝箱を開ける気がする。連れてこないと。ミサイル、まあまあだな。だけどもうこっちは最強バンテージじゃと。まあ。当たるときと当たんないときがあると。ハイスピードオペ、迷わずハイスピード。もうハイスピードオペしまくりですわ。余裕ですわ。火炎放射、いや、なかなかやるけれども、いや、強いですわね。早いですわね。そしてこれ、あれ、ジョムジョム団と戦ったやつじゃないでしょうね。そしたらちょっときついよ。かなりきついよ。そうしたら、そんだとしたらかなりきついですわよ。嘘。強い。ハイスピードオペ。場所変える場所変えようか。ミサイルが過ぎるんだよ。でも当たったから、これでハイスピードオペ入る。いい感じのとこに入ってはいるのよね。生身のやつで戦っちゃいけないやつじゃないのこれ。強いエッシャー野郎より強え。普通に強えよこれ。いや、でもいい戦いよ。いやー、強いですわ。ハイスピードオペ。
これどうなんだろう、岩盤とかでやった方がいいのかな、結局。こっちの方がいいのか。ちょ、待って。ちょ、じゃあ、あれ違う。R と L で向き変えられる。あ、そう。あれ HP ってどうやって見るの、 B で見るのか。ハイスピードオペだな。テッシーマルが減ってますと。いや、ハイスピードオペ外せねえな、これな。反撃ハイスピードオペがあるから、ちょっと間に合ってるって感じですもんね。いや、強い。ちょっと待って。強い、強い。普通に強いわ。普通に強いですわよ。やめてちょうだい。倒せます？今もう2000以上与えてるっしょ。おーし、ナイス。レベル上がらんのかい。いや、宝箱がすごい惜しいな、これ。お、開くんかい。最強バンテージ装備してるからか。いや、こいつはいいわ。あ、ちょ、待って。でも、経験値を、要は。13ね。テッシー市販が13で、コロコロ虫、急に可愛い、コロコロ虫、急に可愛いやつ出てきちゃったよ。一番最初の生命体みたいなやつ。でもこういうやつがさ、やばかったりするんだよな、ほら。下流の舞。テッシー死んだな、これ。死なねえんかい。ダメージ大したことねえんかい。そこはもう999とかにしといてくれよ。クラッシュ。よし。で、いくらもらえんのっていう。2。コロコロ虫どうした？アイス、あ、ここいいね。ちょっと待って、マーメイド。ボトム。アイスヘルム。これ上がると。あ、ボトム、じゃあ、これ装備しちゃおうよ。コロコロ。だから。だからって。これあんまり連撃効かないよね。ちょっと蹴っていこうか。ミス。競争炎。そんな、モーションと違ってそんな強くないんだよ。結構火柱立ってたけど。あ、全然当たんないな、これな。強い。どういうことよ。ちょっとオペするから。うん、なかなかよ。これで、いやー、そうなんだ。さっきもしかして運が良かったのかな、もしかして。猫蹴り。あー、強いんだ、やっぱ。うわ、やばい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 。これやばいっすね。よし。さっき結構運が良かったのかもしれないね、もしかして。ものすごいヒットしてましたから。うわー、次元現在も、何これ、すげー怖えわ。こういうの急にやめて、こういうの。シマリス、やばいの出ると普段使わないやつ使っちゃうっていう、ね、謎の現象。怖えんだもん、だって怖えからさ。ちょ、こういう感じでやってみようよ。こういう感じで、え、ここでハイスピードオペしたいけどパスで、一旦かわしといて、我流転生だと。みんな貯めてる。次元空裂弾。まあまあまあ、そこそこだな。まあまあ、そうだな。ちょ、怖いからさ。よしよし、まあまあ、HP が分かれば。相手の HP が分かれば、もうそこはもう怖くないよと。
大丈夫。ヒデカツ、うわ、ヒデカツすげえ食らう。あ、でももうこれ画量転生で余裕か。まあスピードオペ使うまでもねえよと。これでいけるんじゃないか。よし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 。いやー、エンカウント、あ、もう種が分かれば大したことはない。2発で終わるから、スンと。あ、2発で終わんねえか、これは。ここでちょっと貯めといてこうかな。いや、まずい。ギリ大丈夫か。ギリ大丈夫ですね。あー、2発でいけるか。オッケー。こうやってね、分かっていくといい。血の魔装出ましたね。やっぱ血の魔装とかいいんだろうね、これ。マリアのベールより、あー、防御下がるな。カチンコケースはカチンコの方がいいんだろうな。源氏の鎧、力はめちゃめちゃ上がるけど、防御が下がる。そうよね。ちょっと待って。経験値変わってるから。33、あんま美味しくねえな、あいつも。黄金ちょんまげ。どういうこっちか。防御下がんのか。あー、でもこっちにつけられると。よし、OK。歩くのを遅くしてもエンカウントは一緒。あいつはあんまりよろしくない。コロちゃんはまあいいか。まあ2だけども、いやー、ちょっといいわ。コロちゃんもいいかな。うん、なんだったら、まあでも今さ、ボス行くとしてもなんか厳しいよな。まだ厳しい気がする。アメジストの盾、あー、なるほど。バン、ヌンチャク、いや、こっちだな。体力とかがすげえ。力下がる。ダイオード。防御上がんのか。こっちだな。これ宝箱開けたからエンカウントがすごいのかな、もしかして。宝箱ってあの最強バンテージ取ったから。いや、何も、まさか先取っちゃったから何も入ってないとか。今後はそういうこと。ティタンブラッド、いや、これはちょっとやめよう。いや、 やばい、怖い、気持ち悪いし。いや、いざという時、ちょっと、マジですげえセーブしまくり。これもうないのかな、もしかして。そうでもねえわ。女神の子でありましたよと。なんであれ一つだけ何も入ってないんだろうね。これ回収しきったらボス行きましょうか。チャリオブーツって今さら？こっち女神の子でいけないか。達人のヌンチャク、あー、防御が上がって、あ、体力やっぱすげえ落ちるわ。達人がいいわ。あ、防御上がる。こっちかな。力多少下がっても防御が上がれば。そう、ここすげえ長いよね。
もうちょっと、もう逃げますわ。さすがに。下か。すごい。さすが力のダンジョンというだけのことはあるけど、こっちもね、もうかなり力つけちゃってますから。いいね、回復性水。このね、エンカウントはすげえやばいよ。ファミコンの初期の頃ですよ、これ。このエンカウントはね、なかなかよ、これ。そんな、今逃げてるから、確実に逃げられるから、そんな、あんまり大したことないように見えるけど、これかなり、というか、ものすごいエンカウントですからね、これ。魔法のペンダント。ちょっとかわいい。知力が上がると。なるほど。もうちょっとさ、なんかガツンっていう強い、ああもう出ちゃったか。で、何でしたっけ。あの岩の奥行こうみたいな話が出てましたよね。まあこいつ倒して演技よく終わって、そうしましたら岩の奥にあのこのレイ空母が破壊できるとこで、なんか新たになんかないかをちょっと探してきます自分で。で、何にも、まああったらあったでご報告皆さんにいたします。で、何もなかったら何もなかったでそれもご報告しますと。いや何言ってんだと思う。で、ボスの前、手前からボスです。ラスボスね、多分あいつラスボスなんで、セントアリシアとか使ってたやつ、あいつの手前でまたゲーム開始しようと思います。今これさ、ジャーマンスープレックス見ました？すげえ威力上がってる。最強バンテージのおかげですよ。いやー、いいとこ見つけましたよね。ほら、すぐレベル上がるわ。すぐレベル上がる。いいね。置いてきぼりのキューブ。いや、キューブはでも、ハイスピードオペとかができるから、それだけでいいのよ。それだけで価値があるのよ。OK。じゃあ、逃げて。はい。ではまた雪山ちょっと探索しまして、そうですね、魔王の前から次回スタートしたいと思います。最後までお付き合いいただきありがとうございました。